法制会がどういう会であるのかということ、ね、はい、はい、でそれでだよ、その要はこの人は興味持ったんだけど、はい、私は身内として、はい、反対してるんで、それも言ったんでしょ、あ、今さっきてか、それを伝えたんでしょ、そうです、私は反対だと、はい、いろいろ、ま、ずネットとか調べたり、いろいろ文献調べるとちょっとその、いろいろなこの、まあ、怪しげなものを感じるので私は結構宗教を相当調べてるもんで、ね、怪しさをちょっと与えてしまってるわけですよね。まあ私のまあ主観的じゃないと思うんだけど、いろいろこう客観的な情報を総合すると、はいはい、まあお金の面について特にね。はい、なので、まあ僕は反対なんです。はい、っていう、そういうスタンスで今日来たので、はい、本人はまあ、話は聞いてみたいっていうのもあるけども、じゃあ、こっちの専門家の人と、まあ割とこう、辛口な質問に対して、その姿を見て、かどうかを決めたいと。経緯がありましたのは、お客様のところに、多分半分こちらのものがインターホン鳴らして訪れたのがきっかけじゃなかったかなと思うんですが、それはそれでよかったです。で、こちらの解放と言われているリンクという本をおすすめ、まあ、するというのが我々の普及の形ですので、そのようになってたかと思うんですが、そこで、まあ、話を伺われて、まずは思われた、はい、そういうことはもう一つの宗教団体が外に向かって広める、まあ、上等手段ですから、別にそのことのやり取りを聞きたいんじゃないんです。そうじゃなくて内容ですよ。臨風に書かれているその本質的なものが果たして本当に人を幸せにできるのかどうかという問題で、まあ、いろいろ聞きたいということなんですね。で、まあちょっと流れに沿ってですね、ここは割と辛口な論評のなので、まあ教祖の歴史とか、それから元々人の道教団の分派のからこの始まった経緯とかね、まあいろいろあった中で、まあちょっとランダムになりますけど、お伺いしたいのはですね、まずその、ここの方の、著作の中で、運命は自ら開き、境遇は自ら作ると。いうのがもうなんかこう、定説になってるみたいですね。そういう。これ正しいですね。そう、指導ありますね。ね。運命は自ら招く。はい、そうすると生まれつき生まれてくる人は、自ら招いてそうやって生まれてきたってことですか？いや、数年、どう表現していいのかわかんないですが、我々の根本的なところは、その例えば自分にトラウマがあるとか、はい、そのコンプレックスがあるとしても、それは考え方一つ、受け止め方一つで、まあ、極論を言えばどうだって解釈できるわけですね。例えば私が、これまで生きてきた中でいいことが一つもなかった、あんなことで苦労したし、こんなことで苦労したし、で自分はこんな不自由があるし、あんな不自由があるし、これは自分が生まれて持ってのものだから、これは自分のコンプレックスであって、自分の他の人から見ればマイナスであって、一見そうかもしれないけども、一つ受け止め方を考えれば、自分は他の人と違って、こういうことがあったけれども、このおかげでこういうことに気づくことができた。だからこそこういうことができるようになった。というふうに、運命というものは、自ら決めるとか、自ら、作るというこの言葉だけを見ればどうも誤解があることは確かに事実なんですが、その言葉だけを先行していただかずに、その背景、会長の著書の中にも出てくるんですが、運命というものは自分の物事の見方一つで、その中にも明るい兆しが現れたりですとか、だからこそ自分にしかできないものを見つけたりですとか、自分がその境遇を得たことで人様に今度還元できるような、そういう生き方もあるんじゃないかと。その論理性はね、はい、もうあらゆる宗教が言ってることなので、はい、分かります。そうですね。でも、そうするとここの会では、人が生まれてくる時の種々雑多なその差別層とありますね。現実に金持ちに生まれてくる子もいれば、はい、今言ったようにもともと目がなくて生まれてくる子もいる、はい、極端な話、そういういろんなその別に見下げる意味じゃなくて、はい、違い、個体差ですね、はい。簡単に言えば個体差があるじゃないですか。はい、どの生物でも、どの存在でも個体差がある。ありますね。で、我々特に人間に生まれてくる場合、特にそれを自覚するわけですね。はい、あれ、なんで自分は、こんなどん底の貧乏で生まれてきちゃったんだろうかとか、はい。で、その原因というのはこちらでは解明されてるんですか？ここの回で。
あの原因の解明ということではない、うん、まあ、それぞれ持って生まれたものはもう自然の摂理として、もう自然天然自然のありようだと、ありようだとしてですね、それを今度どう、そういうことですよね。皆さん方の論理は、はい、まあ、大概まあそういう、はい、あの因果を解かない宗教はみんなそうなんですけど、要は心の捉え方でそれを幸福と感じれるか、それとも一生ぐじ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 あのメソメソいくかという、ね、幸福を感じたい気分にしていこうというのが我が会の方針ですね、うんうん、まあそういうことなんですね。もうすでにあるものを否定したり肯定したりいうことは一切せずに、あるものはあるがままに受け入れて、過去ではなくてこれから持った自分として生きていくのに、やっぱり誰だって明るい将来を生きたいわけですから、楽しく幸せに生きたい、そのためには今の自分の環境では何が必要かな、これまではこうだったけども、これからはこういう実践をすればこのように変わるんじゃないかな、こうなればあのようになるんじゃないかな、いうことを基本的には、まあ、会長がいて会長の指導があるんですけども、その会長の指導を実践する会友がいて、その実践した会友からの体験談ですね、私は会長からこういうことを教えてもらって、自分はこういうコンプレックスがあった、こういうマイナスがあった、でもそれを会長の指導でこういうふうに実践してみたら、私はこんな体験しましたよ、でこれまでどん底だったのがこんなに幸せ感を感じられるように変わりましたよ、いうことを聞いて他の会友は、ああそうか、じゃあ私も似たようなことが私は持ってるから、こういうことを私もやってみようかな、というようなですね、だからケースバイケースあると思うんですけども、それぞれ会友同士の体験を持ち寄って、実際にそれが実証され、初めてそこで実証されるというのか、その指導をやったらこういう人がいた、例えばそれは会友 100% の会友全員が当てはまることでないことも当然あると思う、私はそれはもうクリアしてるよという方もいらっしゃれば、私も似たようなことがあるのでやってみようかなということがあると思いますし、だからこうすれば間違いないから、あなたもこうしなさい、あなたもこうしなさい、こうしなければむしろダメですよということではないんですね。こういったこと、あなたの場合だったらこういう生き方もありますよ、こういう考え方もありますよ、あの我が会の会長の指導の中でもそれほどまでに人に合わせて千差万別ありますので、一概にこうなんです、ああなんですということだけではなくて、こういう場合の方があるならばこういうことを実践してみてはどうですか、でそれであのいい結果が生まれなかったらこっちのこういう努力をしてみてはどうでしょうかということですね。その方法論を解いてるのが主に結局は、まあでも先日見れば心の思いようですよね。そうですね、お宅のあの根幹はね、心の思いようで、今のどんな旦那が不倫しようがですよ、子供が非行に走ろうが、あなた自身の心の思いようで幸せに捉えられるのよと、ね、そういうことですよ、一括りで言えば。ただその先があるんですね、我々重きを置いてる、そこはただ心の思いようで哲学を教えてるだけではありません、哲学でスピリチュアルをして、あなたの考え方はこうしなさいよ、ああなるほどねっていうことじゃない、だからその実践が要するにそのあれを普及しろってことでしょ、いやではなくて、こういう生き方があるとなったら実際その生き方をしてみるという行動に移すアクションですね、そのアクションを進めてる。そのアクションというのは具体的にどういう修行法ですか。例えば、家に帰って、ご夫婦で仲がすごい悪いという家庭の、例えば奥様が相談に来られた、私も家帰ったら主人のことがどうしても認められない、腹が立って腹が立ってでいう時に、主人を責めて、主人がこうしてくれない、ああしてくれないということを責めるんではなくて、主人が喜んでくれるような妻になるということが大事じゃないかと、でそういう受け止め方のね問題で、例えばです、小学校の道徳だって言いますよ、それは。でもそれができないのが人間でしょ、それをできるようになっていこうとする、それは努力はしますよみんな、まあ、しかしそれは所詮それでも人間の心というのはコントロールできないっていうね、ありようがあると思うんですよ。そういうことをコンコンと言われて、あそうだと思ってうちですぐ実践できたらね、もう全員直ちに、直ちに幸福になりますよ。それはそうです。それはできないわけですよ。そう。その通りなんです。で、できない。もうできないからやらないのか、できなくてもできる自分になりたいとやってみるのか。まあそれはね。で、
チャレンジのね、おすすめをしてるわけですね、うん、でそれをやったから確かにどうなるかは分かります。でもそれは例えば実践倫理構成会、はい、実践倫理構成会じゃなくたってその手のことはですよ。そうです。小学校の先生でも言うし、幼稚園の先生ですら言う。そうです。でも言ってる先生自体が家庭不安な場合だってあるし。ありますね。ね。ってことは、オタクの会じゃなくたって別に、その程度の倫理だったら、はい、誰だって人の道として分かってることですから。私どもは、社団法人というか、もういろいろしてる。ええー、実は、言葉を変えれば、民間の、まあ、教育団体になるわけですね。で、我々の活動の中に宗教を信仰してらっしゃる方がやっぱりいらっしゃるんですよ、うんうん、こっちの宗教、はいはい、で、それは人それぞれ信仰があって当然だと思うんですね、うん、で、我々はその信仰のある宗教として活動はしておりませんので、うん、それぞれの個人の信仰心というのは当然自由にしていただいていいです。で、今おっしゃるみたいに学校での道徳であるようなことも当然我々は推奨させていただくんですが、うん、それは他でしてないのを我々だけがしてますよと言ってるわけじゃなくて、うん、いろんな宗教ではいろんな宗教の教えがある、うん、でそれはそれで否定もしないですし、うん、まあ社団法人である以上肯定を公に出すわけにもいかないので、うん、肯定もしないですけども、でもそういう中で基本的なところで倫理という言葉ですね、うん、倫理という言葉を捉えて、うん、倫理的な生き方とはどういうことなのかと、うん、いうことを我々の活動を調べて、でその倫理というものを知った上でですね、知った上で次に実践するということを進める会なんですね、うん、まあ、ただね、その標榜している内容が結構ね、幸福になれるということを、まあ、相当この強く押し出しているもんで、はい、どうしてもどうしてってなるわけですよ。今言ったように要はその人間の心、まあ、私はいろんな宗教を研究したりね、あるいは特には仏教なんかを勉強してるんですけど、お釈迦様の悟りからすればそんな単純じゃないよって、人の命っていうのは。なのでそのもっと深いところから本源的に命を浄化するにはそれなりの修行と、それなりのやっぱりその対境とするその絶対、奇妙絵師って言うんですけどね、命を本当にそこに預けて大丈夫だっていう完璧なる本尊をもとにしないと、人間の命というものはそんなに自分の命のコントロールを心でやろうということは不可能だっていうのが仏、一応仏という方の悟りなんですね、一つはね。で、そういうことから非常に納得するわけですよ。世の中で悪いことやっちゃいけないって言われて、ああそうですかってみんながみんなそう思えるんだったら、この世に不幸はそもそも存在しないし、また仮に今そうでもそうやってご教訓垂れれば一発で、まあ一発とか少し努力すれば治ってなきゃおかしいわけで、人類が始まってもまあ長くとりゃ300万年もあるのに、そういう不幸は人類が始まった当初から何にも解決してない。ってことは心とそういう教訓では、倫理だけでは人間というものは完全な幸せを得ることはできないっていうのが仏教の結論なんですね。でも皆さん方の表現は、その宗教を認めるって言いながら仏教でいうとこの釈尊が悟ったその人間の心の不可思議さ、もっと奥深さっていうものを、ある意味こうすれば幸せになりますよっていう表現が非常に多いので、なんていうのかな、まあある意味否定してるに近いわけですよ。例えばね、